スリッターヘッドの、まあ、世界観的な部分でいうと90年代初頭ぐらいの東アジアの架空の都市クーロンというものを舞台に、しております。まあ、そこはまだ、まだまだ猥雑さが残ってっていうかこう、現代ほど洗練されていないまだまだカオスな街の中で、まあ、そこに何か異物が入り込むというか人を、捕食する未知の生物が現れたというところで、まあ、人知れずその脅威と戦う人々の物語にフォーカスするというそういった視点で描いた物語となっております。このゲームの、まあ、コアメカニクスといったらもう一言で憑依という、まあ、そのメカニクスに尽きると思っています。で主人公が、まあ、これは本当に今までないと思うんですけど、姿形のない精神生命体であって、まあ、人間の肉体を借りなければ何も行動できないという、まあ、その特徴でそれを生かすことで、まあ、瞬時に次々と宿主を変えることで街中をこうすごい高速で駆け抜けるようなアクションがあったり、時にはその宿主をこう見捨てることでこう自分の命をつないだりとかいったちょっとその従来のゲームとは一線を画するシステムというのがコアになってます。発想の転換が必要になるゲームだと思うんですよね。テストプレイをやっていてもやっぱり、まあ、普通のゲームであればこういった立ち回りをしなければみたいなことをやる、まあ、最初はやっていくんですけど、あ、違うんだこのゲームはっていう、で全く違う立ち回りというのが自然とこう身についてきた時の自分の中での意識の変化みたいなところが面白いんじゃないかなと思ってます。ゲーム内のクリーチャーに関してはモチーフがあって、ヤクシっていうスイッターヘッドっていう存在は人間に擬態しているからその本体の本を晒した時にも実は擬態生物がモチーフになっているみたいなところが面白いんじゃないかと思って、まあ、そういうところにこだわって作っております。プレイして驚いてほしいなと思ってます。はい、このスリッターヘッドですがこの番組が終わった直後から本日、マイクロソフトストアにて Xbox 版の予約を開始させていただきます。通常版に加えまして、アートの設定資料集やサウンドトラックなども含まれたデラックスエディションといったものも用意しておりますのでぜひとも予約をお願いいたします。